はい、こんにちは、しアすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、断行というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、断行っていうのは、まあ、断じて行うということですよね。まあ、だから、途中どんなことがあっても、まあ、やるというのが、まあ、断行ということになるわけですけど、まあ、指導者になれるかどうか、まあ、指導者と従業員しかいないわけですよね、基本的には。 その指導者っていう先に歩く人と、ね、その指導者の後を後ろから突き従う人と、まあ、結局この社会というのはまあ2種類の人しかいないわけです、ね。指導者と従業員、リーダーとフォロワーしかいないわけですよね。そそうした時にまあその指導者 になれるかかどうか要するにこう、ね、誰かの後ろをつあの、ねえー、突き従って歩いていくのではなくて、まあ、自分が先頭を立って歩くことができるかどうかっていうのはこの断行することができるかどうかってことにかかってるんですね。知識じゃないんですよ。その指導者になれるかどうかっていうのは知識じゃないんですね。その勉強とかそのなんかね技術、技能とかではないんですよね。 こうね、やると決めたことをやりきることができるその覚悟があるかどうかっていうのが、まあ、その指導者になれるかそれとも一生従業員として誰かの後ろをついていく人生になるかというのを、まあ、決めるということなんですよねだからまあ、ね、決断して、まあ、断行してで結果を自ら作るということですよねだから結局その一生従業員の,従業あの人生を送る人っていうのは 人生に保険をかけてるんですよ、一言で言うと。ね、あのだからその、ね、あのこう条件付きでやるとか、ねえー、うまくいきそうだったらやるとか、ねね、なんかこう、受け身なんですよね、人生に対してね。こうなんかこう結果を与えてもらうっていうか、こうなんか偶然に委ねてるっていうところがすごくあるんですよ。ね、だから、ね、なんかうまくいきそうだったらやりますとか、ね、そういう。 条件付きの考えだと、まあ、一生、従業員ですよね、こう誰かの後ろを付き従いながら、ね、生きていくっていう人生になるわけです。でそれがもう指導者っていうことであれば、もう決めるんですよね、自分で決めるんですよ、こういう結果を作ると、ね、もうこ,うこういう結果を何が何でも作るっていうふうにこう自分で決めて、断行して、そして自分が考えていた結果を実際に実現させるんですよね。 だからその断すするっていう覚悟ですよね。結局その基本的な前提として私たちの宇宙っていうのは常にありとあらゆる瞬間でそのプラスマイナスっていうのが釣り合ってるんですよ。ね。プラスの状態とマイナスの状態っていうのが釣り合ってるんですね。一方的にプラスとか一方的にマイナスっていうことはないんですね。 例えば従業員には従業員のプラスっていうのがあるわけです。ね、要するにこう自分で決めてないですから、誰かに決めてもらってますよね。だからその決めてもらってる分楽なんですよね、一言で言うと。その結果に対して責任を取る必要がないですよね。結局それをやるって決めたのは上がやるって決めたから、でだからやりましたとで。うまくいきませんでしたと。 ね、なんでうまくいかなかったのか、その決めた人が判断間違ったからみたいな感じで、こう責任を転嫁することができるわけですよ。ね、だからこう他人を非難したり批判したりね、えー、だからうまくいかないと思ったんですみたいな感じで、こうね、誰かを非難したり批判したりするっていう、すごくこう楽な人生なんですよね,ね。自分が決めたわけじゃないと。ね、これはあの人が決めたからと。ね、その上司が決めたからとか、社長が決めたからとかね。 国が決めたからとかねなんかそういう感じでこう、ね、決めた人を非難したり批判したりっていうようなことをねやってるからまあ楽なんですよねだから従業員には従業員のプラスっていうのがあるんですよ、ね、もし従業員にプラスがなくてね、えーままあ、あのマイナスしかないんだったら、ね、この宇宙の中で従業員なんかやってる人いないわけですよね もし従業員にはプラスがありませんと、ね、マイナスだけですというのであれば、この宇宙の中で従業員なんていう生き方を選んでる人なんかいないわけですよ。でも実際一番多いのは、まあ、少なくても日本という国の中で一番多いのは従業員っていう、ね、生き方を選んでる人が多いですよねでそ。それは何でかって言ったら従業員には従業員のいいところがあるからです。ね、従業員には従業員のいいところがあるわけですよね。要するにこう 安心安定というか、なんかね、人に言われたことを、ね、言われた通りやってれば、ね、いいとで、そしてもしうまくいかなかったら、そのね、えじゃこれをやりなさいと、これをやってくださいって言った人を非難したり批判してればいいわけなので、まあ、すごく生き方が楽なんですよね。 そういう,こうプラスがあるから従業員っていう働き方を選んでる、従業員っていう生き方を選んでる人がいるわけです。繰り返しになるんですけど、プラスがないんだったらみんな従業員なんかやってないんですよ。従業員だったら毎月ね決められた日にね決められた金額のお給料を安定的にもらうことができるっていうプラスがあったり、もしくはその福利厚生とか退職金とかね、そういう,こうなんかね保険とか、 えー、そういったなんか、ね、守った守ててもらってるもらるるのがあるとかね自分が決めたものじゃなくて人が決めたものだからそれは上司が決めたことであり、ね、社長が決めたことだから、ねえー、うまくいかなかったら上司のせいでうまくいかなかったら社長が悪いんだっていうふうに、ね、こうだ誰かを非難したり批判したりし,してればいいわけなので、まあ、生き方がすごく楽なんですよねでそれがすごくこうプラスになってるわけですでそのプラスを手放すことができないから、ねえー、結局、ねえー、それ とととと違ううう人生っていいいのを歩むここがでできないということなんですよねだから宇宙っていうのはプラスマイナスっていうのが釣り合ってるのでそのプラスをギ、ね、ぎゅーっとこう握りしめてる間っていうのは絶対に人生っていうのを変えることができないんですね勉強じゃないんですよ、ね、知識じゃないんですねその技術とか技能じゃないんですよ覚悟の問題なんです、ね、要するに指導者として生きるか従業員として一生 生きるかっていうののは覚悟の問題なんですね自分が決めて自分が断行して、ね、たとえ途中でどれほど非難されても批判されても、ね、うまくいかないことがあったとしても困難にぶつかったとしても必ずやると、ね、最後の最後までやりきるとなぜなら自分が一回やるって決めたからということで断行して結果を自分で作るんですよ。ね、その誰かかかかににに結果を与えてもらうととと運に任せるる、ね、偶然によよるとか ってことじゃなくて自分が考えて決めた結果を自分で作るんですねそう,そういうこうね、えー、考え方っていうか資質が指導者の考え方であり指導者の資質なんですねだから断行するっていうことがまあ、指導者にとって最も重要それがまあその指導者としての人生なのかそれとも従業員としての人生なのかっていうのを決定的に分けるね、えー、ところだということが言えると思います ね、とにかくその指導者じゃない人っていうのはね、保険をかけるんですよね、その何かを一方的に足せると思ってるんですよ。今までの、ね、自分の状態を温存して、自分の今までのいい部分っていうのはそのままにして、それにさらにね、プラスを足そう、足そう、足そうっていうふうにしていくんですけど、ね、そんなこと絶対できないですから、宇宙ってそういう仕組みになってないんですね。 本当に中学校1年生でで習うことですエネルギーの保存法則ですよね。エネルギーのの保存の法則ですよねもう中1で習う。中学校1年生で習う。ね、もう常識なんですよ。ねまあ、この宇宙というのはエネルギー保存の法則なので、エネルギーが増えたり減ったりしないんですね。自分が何かを得てるっていうんだったら、もう十分得てるわけなので、それをこう手放さない限り、新しいものと入れ替えるってことはできないんですね。 だから日本語でその器を広げるとか器を大きくするとかっていう表現があるんですけどあれは厳密的に科学的な言い方ではないんですよ。ね、器を広げるとか器を大きくするとか器が大きい人だっていう日本語があったりしてなんかその人はなんか寛大な人とかね、まあ、そういうい意味で、ね、使われていますけれども、ね、科学的には器っていうのは広げることも大きくすることもできません。 でできないんです、ね、科学的には器というのはもう大きさが決まっているのでその中身を入れ替えるっていうことをしかできないんですね。 要するにもうみんな器っていうのを持ってるんですよ。一番わかりやすい器は一日24時間ですよね。これが一番わかりやすい器です。ね、だから器を広げるとか、器を大きくするって言った時に、じゃあ自分は器を広げようとか、器を大きくしようとかって言って、一日24時間を一日,日25時間とか、一日26時間にできるかって言ったら絶対できないんですよ。 絶対できないんです。ね。そういうこうね、人間には目に見えない器みたいなのがあって、その器っていうのは、まあ、日本語では器を広げるとか、器を大きくするとかね、っていう表現がありますけれども、まあそれはね、お、おおそらく人当たりでね、その寛大だというのを、まあ器が大きいとかっていう言い方をしてるんだと思うんですけど、科学的には器っていうのは広げることはできません。 ね、要するるにもう大きさってていいいううのは限られているということこですできるのは器を広げることとか器を大きくすることではなくて自分の器の中に入っている古いものを捨てて新しいものと入れ替えるというだけなんですよ。まあ、それしかでできないんです、ね、古いものをどん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 捨てるそしたら器の中に真空ができますよね。 だから、その真空ができたものの中に新しいものを入れることができるっていう、それだけなんですよ。古いものと新しいものを入れ替え続けるという新陳代謝だけが私たちができることで、その新陳代謝の結果が進化と、ね、要するにこう成長とか進化っていうふうに言ってるわけです。その人が成長してないとか、その人が進化してないっていうのは一言で言うと新陳代謝が行われてないんですね。要するに古いものと新しいものの入れ替えが進んでないと、その人は成長してないんです。 進化してないんですねで古いものを古いもままずっと、ね、大事に大事にこう、ね、手放さない手放さないっていう形で抱え込んでいるからだから古いものが自分の器の中でどんどん,どん,どん腐っていくわけですよもう衰退していくわけですよねでやがてこうね。えー 一臭っていうかね、臭い匂いみたいなのを発していって何か雰囲気とか、ね、波動とかそれこそそのエネルギーの状態がなんかねおかしな状態になっていくということなんですよねで成長してる人とか進化していく人っていうのは一言で言うと新陳代謝が激しい人なんです古いものと新しいものをどん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 入れ替え続けてる人っていうのは成長し続けてるんですよねだからよくね若い人は代謝がいいとかね新陳代謝がいいっていう言い方をしますけどあれはその通りで、ね、要するに古い人 古いものと新しいものをどん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 入れ替えていきますよね。幼稚園卒業したら小学校、小学校卒業したら中学校、中学校卒業したら高校、高校卒業したら大学みたいな感じで、どん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 ね、付き合う人変わっていきますよね。幼稚園の先生ともお別れするし、幼稚園の友達ともお別れするし、小学校1年生から小学校2年生になったらまたクラス替えで、またね、お友達が変わるみたいな感じで、どんどんどん入れ替わっていきますよね。だから、実際体の ね、若いから体の代謝もいいんですけど、人生そのものの代謝もいいわけですよ、ど,どん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 古いものと新しいものが入れ替わり続けてるんですね。 で年齢重ねれば重ねるだけ、この代謝っていうのが落ちるわけです。でもちろん身体的、物理的に、ね、仕方なしにその若い時より、10代、20代よりも代謝が、ね、落ちるっていう要素もありますけど、ねえー、その精神的な、情報的な部分でいったとしても、目に見えない部分でいったとしても、やっぱ代謝が落ちやすいんですね。えー、その年齢を重ねるとね。 でそ,それが、こうね、代謝が落ちると、もう人生っていうのは固定化するわけですよ。で、古いものをずっと抱えてて、もう自分の器の中には、すでにね、もういっぱいいっぱい入ってるのに、まだ何かを足そう、まだ何かを足そうとするから、入んないわけですよ。ね、だからもう人生が変わらないと。ね、結局、古いものを捨てないから、ね、外に出さないので、ね、だから、結局、新しいものも入らないということです。ね、とにかく、器っていうのが一番分かりにくい場合は、時間に置き換えて考えると一番分かりやすいと。 思うんですね、今までやってたことを何かやめてみたとしても次の日は必ず24時間あるんですよ。ね、1日24時間という器があって今までこれやってましたと、だけどそれをやめましたと、ね、そうした時に、ね、やめたとしてもじゃあ次の日は1日23時間に減るかって言ったら減らないんですよ。ね、1日22時間で、ね、2時間減ってましたってこともないんですよね。今まで何かををややっていていそれをやめた としても、ね、次の日日は必ず1日24時間あるんですよねそれが器ってことなんですでそれが別に人間関係とかお金とか、まあ、いろんな要素の中で、ね、その器っていうものがあるんですよその人の中にねその人の中にやっぱり器っていうのがあってやっぱり一日24時間で、ね、親密に付き合うことができる人の人数っていうのも変わんないわけですよ、ね、今までは1人としか親密に付き合えなかったけど、ね、一気に100人と親密に付き合うようになりましたとかってないんですよね ね、だって1日24時間で1年365日なわけだから、ね、その物理的な時間が固定されている以上自分がねすごくたくさん時間とかエネルギーを使える人間の人数なんていうのは決まってるわけですよね当然ねだからそのねじゃあ、ね、誰と付き合うかっていうのを、ね、入れ替えるってことはできますけど、ね、一方的にどん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 親しい人をね足し続けるなんていうことは基本的にはできないですね。 だから、ね、宇宙っていうのはプラスとマイナスが釣り合ってるので、今自分がどんな状態だったとしても、その状態の中には必ずプラスがあるんですよ。だから手放せないんですよね。だから変えることができないんですよ。もし、いや、自分の人生にプラスなんかないと。ゼロですと。ね、もうマイナスしかありませんだったら、もうとっくに変えてるんですよ。ね、今の自分のじ人生にプラスなんかないと。 ゼロだと、マイナスしかないというのであれば、もうとっくの昔に変えてるんです、そんな状態でい続けるはずがないんですね。だけど、なんだかんだ言って、ね、やっぱり去年と同じような状態だっていうのであれば、もしくは10年前と同じような状態だと、10年前と同じような環境で、10年前と同じような人間関係で、10年前と同じような人たちと時間を共有してるっていうんだったら、やっぱその中に必ずプラスがあるんですよね。 居心地がいいとか、ね、あの、すごくこうい、一緒にいてて面白いとか楽しいとかね、なんかこう、だらだらできるとか、ね、もしくはそのね、毎月決まった日に決まった金額のね、お給料をね、安定的に定期的にもらえるとか、いや、実は福利厚生がしっかりしてるとか、あと何年つ勤め続ければ退職金がもらえるとか、もう必ずやっぱりそのプラスがあるわけですよ。だからそのプラスを抱えたまんま、ね、別のプラスを足そうとするから、だから変わんない。 わけですよねでそうすると、まあ、結局うまくいかないので、ねえー、だから誰かに、ねえー、従う、ね、誰かの後ろをつき、えー、従い続ける、まあ、そういう人生になるということなんですよね。 だから逆の言い方をしたら何をやったとしても必ずプラスはあ、マイナスも存在してるんですね,ね。今から何か新しいことをやろうと、今から新しい何かをやろうとしたとしても必ずその中にはマイナスが存在してるんですよ。ね、必ずマイナスが存在してるんです。もし例えばこの地球200カ国の中で、ね、マイナスゼロですと。 ここにはマイナスがありませんと。プラスしかありませんと。いうのであれば、全世界73億人の人が全てそこに住めばいいですよねそこに。そこにはマイナスがないんだと。プラスしかないんだと。プラスしかないから、ね、もう完全完璧な場所っていうのが、もしこの地球の中に存在してるっていうんだったら、地球74億人の人が全てそこに住めばいいんですよ。だってそこは完全完璧なんだから。 ね、でも実際みんなバラバラの場所に住んでるっていうことはやっぱりプラスとマイナスがあるわけですよね例えば四季春夏秋冬っていう四季はプラスでもありマイナスでもあるわけですよ、ね、四季があるから、ね、例えば、ね、季節によっていろんなものを楽しめる、ね、例えば春だったら桜を楽しめるとか夏だったらねなんかねあの紅葉あ夏だったらその花火とかね花火大会とか、ね、そういった 冷たい食べ物、かき氷とかアイスクリームとかを楽しめるとか、もしくは秋だったら紅葉を楽しめるとか、冬だったらなんか雪景色が美しいとか、なんかその四季は、ね、そのプラスはプラスであるわけですよ。春、夏、秋、冬があるからこそっていうプラスがあるわけですよね。 だけど、四季があるから、ね、例えば着るものを、ねえー、季節によって変えないといけないとかね、その体調管理が難しいとか、季節の変わり目で風邪をひきやすいとか、逆に一年中暖かいとか、一年中温暖ということであれば、まあ、それはないわけですよね。一年中同じ暮らし、同じ服装で、同じ暮らしで、同じ体調管理で住むわけですよ。 ね、だから1年中じゃあ温帯の方がいいかって言えば、ね、その代わり1年中温帯だったら1年365日の景色っていうのは全く変わらないわけなので、まあ、退屈ですよねっていう風に同じ式があるってことだったとしてもやっぱりプラスがありマイナスがあるわけですよ式があるからこそのプラス式があるからこそのマイナス逆に式がないからこそのプラスと式がないからこそのマイナスっていうのが存在してるわけですよね だから自分の人生が今どんな状態だったとしても必ずその状態にはプラスとマイナスがあるんです。ね、それで、ね、自分は最高の人生だと、ね、うまくいってると、幸せだって言うんだったらそれはそのまま続ければいいですよね。その人は、ね、今自分は人生うまくいってると、ね、すごく最高だと、ね、幸せですというのであればそれは、ね、うまくいってるわけだから続ければいいわけですよ。ただ変えるっていうのは、ね、その自分の持ってる器にさらにプラスを足し続けること。 ことではないということです。違うんですよね。古いものをね一回外に出して新しいものと入れ替えるということなんです。要するにこう人生っていうのはその新陳代謝なんですよね。古いものと新しいものを入れ替え続ける過程のことを人生と言ってるわけです。少なくても自分の人生をね成長させていきたいとか自分自身を進化させていきたいということであれば常に古いものと新しいものを入れ替え続ける。それをやり続けている間は自分は成長して それをやり続けててるる間はは自分は進化してるんですね逆に古いものをぎゅーっとね自分のところで握りしめて、ね、そのね自分が持ってるものを一生懸命ね握りしめ続けながらさらに何かを足そう足そうとしてるとうまくいかなくなるんですね。もうそこから人生っていうのは確実に衰退していきます、ね、要するにもう古いものがね自分の器の中でどん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 ね腐り始めていくということになるんですね。 でそうしたときに今回はまあ断交っていうのがテーマになってるんですけど一番ね分かりやすい反面教師は政治だと思います、ね、政治というのはこの断交っていうのからすると一番ね,こうねあの分かりやすい反面教師ですよねもうすごくこう中途半端なことをやることが多いんですよ政治っていうのはね結局こう全国民に から嫌われたくないっていうか、全国民から好かれようとするので、だからね、こう断交っていうのをね、やりきらないんですよね、基本的に政治っていうのは仕組み的にね。だから、そのね、政治を見てると、もういかにね、中途半端っていうのが最悪かっていうのはね、もうよくわかると思います。まあ、例えばね、2009年にね、あの政権交代っていうのが1回あったんですよね。 ずっと日本っていうのは基本的には自民党政治が基本だったわけですけど一回こうね大きな政権交代ということで自民党から民主党に政権交代したことがあったんですよね2009年の衆議院総選挙で結局民主党がね、えー、すごく大勝利して、ね、政権交代っていうのは行われたわけです、ね、で民主党はそのね選挙でね歌ってたことっていうのはね論理的にすごく合理的なことをね、えー、言ってたんですよ まあ例えばどんなことを言ってたかっていうと、コンクリートから人へ。今まではコンクリートにねお金をたくさん使ってましたけど、それをこう人材育成にお金を使っていきますみたいな。コンクリートから人へというようなことを言ってました。それに関連して、だから公共事業っていうのはねゼ,ロゼロから見直しますと。今やってる公共事業があったとしても、それはもう一回ね、ゼロから見直しますということを言ってたんですね。 そして、そのね、例えば高速道路を無料化、えー、無償化しますと、ね。日本全国すべての高速道路を無償化しますと。ね、これね、あの他の外国だったら当たり前だったりするんですよね。 ね、あのアメリカのフリーウェイとか、ね、ドイツのアウトバーンとか、ね、なんかね、海外だと、ね、その高速道路って無料で、ねえー、通過できるところが多いので、別にね、あの奇抜かアイデアでは,では何でもないんですけど、ねえー、その民主党は、ね、政権取ったら高速道路を無償化しますみたいなことも、政権を取る前は言ってたんですね。 で実際、政権取ったわけですよで。取ったらどうしたかっていうと、ね、それをやったらどうなるのか、要するに政権取る前に約束してたことを実行したらどうなるのかっていうのを調査し始めたり、もしくはね実験し始めたりしたんですよねで。結果3年間、民主党政権っていうのが2009年から2012年まで3年あったわけですけど、結果どうだったかって言ったら何もしなかったですよね。 何もしなかったわけですよ。何も断行しなかった。要するに調査はしたかもしれないし、実験はしたかもしれないけれども、結局大きな改革的なことっていうのは何もしなかったんですよね。だからまあ失われた3年っていうふうに言われたわけです。あれが一番最悪の状態なんですよ。ね、もうやらないのに、ね、あのやるって言ったりね、やるって言ったことを中途半端にやるっていうのが一番最悪なんです。もうそれぐらいだったらやらない方がマシなんですよ。ね、要するに、ね、決断っていうのは、 外科手術をするのかしないのかっていうのと同じなので、外科手術、ね、あの病院の、ね、お医者さん、外科の先生が外科、まあの手術ってしますよね、こう胸を、ねえー、開いたり、お腹を開いたり、ね、っていうような外科手術ってしますよね。あれと一緒なんですよ、基本的にその指導者の決断っていうのはね。 ね、だからその決断ってどんなものなのかっていうのは、ね、結局外科手術をしますかそれともしませんかって言ってるのと同じなんですよねちょっとだけやってみますとか、ね、少しだけやってみますとかなんかうまくいきそうだったら続けますとか、ね、なんかうまくいかなかそうだったらやっぱりやめますとかっていうもんじゃないんですよそれぐらいだったらやっちゃダメなんですよね 外科手術ってね変に相手の体にメスを入れて相手の体に傷をつけておきながらですよなんか思ってたのと違うんですとかなんかちょっと大変そうなのでとかちょっと難しそうなのでとかねっていうぐらいだったら最初からや,やるって決めちゃいけないんですよね,ねそうもう相手の体にメスを入れて相手の体に傷をつけてるわけですよでそれだけ相手の体に、ね、危険をね,ね生じさせてるわけですよね その状態でね、そのお医者さんが、ああ、なんかちょっと大変そうですね、とか、あ難しそうですね、とか、なんかちょっと思ってたのと違うんです、とか、自信がないんです、とかって言って、ねや、やっぱりやめましょう、とかって言うんだったら、それだったらなんでじゃあ手術をするって決めたのって話なんですよ。それぐらいだったら、体にメスを入れないで、相手のね、えー、体を、ねえー、温存してた方がよっぽど良かったわけですよね。 それでも相手の体にメスを入れて相手の体を傷つけるっていうことをしたっていうことはもうこれはやりきるしかないんですよ。で相手の体の中に何か悪い部分があって腫瘍があると言うんだったらもうそれは完全に取り切らないといけないですよね。 もうきっちりやりきらないといけないわけですよ。で決断ってそういうことなんです。ね。もう、やるんだったらやるんですよね。もう最後までやりきるんですよ。ちょっとだけやるとか、少しだけやってみるとか、うまくいきそうだったら続けてみるとか、そんな問題じゃないんですよ。もうやるって決めたんだったらやるんです。もう徹底的にやるということですよね。で、これが政治はものすごい苦手なんですよ。すごい苦手。なんで苦手かって言ったらね、全国民から嫌われたくない。全国民から好かれようとする。 だから結局そのプラスとマイナスっていうのは、ね、入れ替えるしかないわけなので今の現状今までの過去とか今までの現状がいいって思ってる人の反対とかを全部振り切らないといけないわけですよきっちりともうそこを、ねこうね、あの完全に振り切って生き切らないといけないんですよね。 当然いるんですよ今の状態にプラスがないんだったら絶対その状態で居続けるはずがないわけでもし今,今その状態があるというのであればその状態の中にプラスがあるからですよね。 だからそ、そのね過去がいいとか今、今のままがいいとか、今まで通りやりたいっていう人は必ずいるんですよ。絶対存在しているわけです。ね、でその人たちから非難されたり、批判されたり、反対されたり、妨害されたりとかっていうのは当たり前に起きるんですよ。ね、必ず起きるんです、ね。だってその状態にはプラスがあるわけだから。 ね、だけど、やるって決めたんだったら、それ全部振り切らないといけないですよね。もう全部断ち切って、全部振り切って、もう行き切らないといけないんですよ。一回、外科手術をするって決めたのであれば、それも完全に相手の体の中からね悪い腫瘍っていうのを全部取り切らないといけないわけですよ。その途中で非難があったり、批判されたり、妨害されたりなんていうのは当たり前なんです、ね。当たり前なんですよ。今までの状態の中にもプラスが存在してたわけだから。 ね、だから、もうねあ、やっぱりね、こうある程度反対、半分ぐらいの人からは、非難されたり、批判されたりするのは当たり前だっていう覚悟で、それでもやっぱりやりきると、ね、えいうことですよね。結局、外科手術しないと、この人はもう助からないっていうんだったら、外科手術をして、ね、悪い、ね、体の中から悪い腫瘍っていうのを全部取りきってしまうと、それによって、メスでね、相手の体に傷をつけたとか、ね、相手の体をね、すごくこうね、一時的にこう体力を衰えさせたとか、 ね、えすごく生命の危機に一時こう、ね、相手の体を晒すことになったとしても、ね、もうやるって決めたんだったらやりきらないといけないんですよね。途中どんなことがあったとしても、断行しないといけないわけですよ。ね、それができるようにならないと、一生従業員です。ね、もう知識じゃないんですよ、ねそのね。技術とか技能とかじゃないんです。もしかしたら従業員の人の方がよっぽど、ね、え知識があるかもしれないし、よっぽど何か一つの物事をやるのは上手かもしれないんですよ、指導者よりもね。指導者より よりもすごく、ね、情報を知ってるとか、指導者よりもよっぽど、ねなんかね、いろんなことを知ってるとか、博学だとかで、ね、いろんなことを、ね、できるとかで、そういう知識とか技能とかで指導者なのか、指導者の人生なのか、それとも従業員の人生なのかっていうのを分けているわけじゃないんです。そうじゃなくて、指導者の人生と従業員の人生を決定的に分けているものっていうのは、断行する力なんですよ。ね、その非難難ががあっても批判があっってててもも、も、ね、批判途中どんな困難に生じたとしても やりきる力なんですよね結果的にそれで離れていく人たちっていうのはいるんですよ。それは仕方がないんですよね。もうそれを全部振り切ってもうやるって決めたことをやると、最後までやるということをやりきって。 出るかどうか、それがやりきれるようになると、自分の人生は指導者の人生に変わっていくわけなんですね。で、政治っていうのを見てるともうね。あ、これが反面教師かとねこういう風になっちゃいけないなっていうのはね。もうえ、ね、枚挙にいとまがないねえ。簡単に見つけることができるわけですね。まあ、例えば高速道路とか乗っていてね。なんかね料金所とかねありますよね。 まあそれ民主党がね高速道路を無償化してたら全部なくなってたわけですけどいまあ未だに高速道路の料金所っていうのは存在しているわけです、でまあそれはそれで仮に良しとしたとして ETC ねのね専用車線と ETC じゃない現金の車線とこうね両方がね存在してたりするんですよねもうああ言ったのが最悪ですよね。 もう最悪なんですよなんでやるんだったらやらないんだろうっていうことですよね。でもし ETC っていうのを促進したいんだったらもう全車線 ETC なんですよ、ね。そうじゃないと意味がないですよね。今の状態っていうのは ETC 専用車線と現金でも、ね、通行できる車線と2つ車線あるから結局ね ETC 車線に、ね、渋滞が起きてるっていうような矛盾が起きるんですよ。一体何のためにねじゃあその ETC って導入したんでしょうか っていう話ですよね結局現金で、ね、生産する場所も残ってるから、ね、結局その現金のところよりも ETC 専用車線の方が逆に混んでるみたいなっていうことが起きたりするわけですよね当然料金所はなくなってないし、ね、その料金所を、ね、管理してる人がいたりするわけですよね全く意味がないですよね結局その人件費削減にもなってなければ交通道路交通高速道路の渋滞緩和にもなってないということですよね、まああいう中途半端 なななことをややるぐらららいいだったらやらない方がマシなんですよ、ね、余計な仕事がねえ増えるだけだし物事が複雑になるだけですよ、ねね、物事がどん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 複雑になってどん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 難しくなって、ね、結局やらなければいけない仕事煩雑な作業っていうのが増えるだけなんですよだけど政治っていうのはねもうそ,そういうねなんかねじゃあ,あ ETC カードがね作れなかった人がかわいそうだからみたいな感じですごい中途半端なことをやるんですよね。 だからね、あのもうね、なんかねあ、こういう状態になっちゃいけないんだなと、自分がもし人生を指導者として生きたいんだったら、絶対こういう状態を作っちゃいけないんだなみたいな、こう妥協したり、中途半端な状態っていうのが一番最悪なんです。ね、もう一番最悪。それぐらいだったら決めない方がいい。ね、それぐらいだったらやらない方がいいんですよ。 ねえー、やらなければ、ね、まだ、ねえー、昔と、ね、現状維持でいけるわけなので、ね、そ中途半端にやるぐらいだったら、ねもうなんかや、最初からやるって決めない方がいいんですね。だからその高速道路の ETC カードと同じようなことっていうのは、ね、もう本当に満挙にいとまらない、もう何でもですよね、住民基本台帳カードとかね。ねもう 一体何なんだっていう感じですよね。ああいう住民基本台帳カードなんていうのは、もう全国民1億2600万人全ての人が持たないと意味がないんですよ、基本的に。ね、もう今からは、ね、全てこのね、公務員の事務作業っていうのは、この住民基本台帳で一元化一、住民基本台帳カードで一元化しますと。ね。住民基本台帳カードで一元化しますと。 ね、もうその、ね、カードを持ってなければ、もしくはそのカードを持ってこなければ、ね、行政サービス受けられませんと、ね、何年、何月、何日からは、全員住民基本管理台帳でやりますと。 ね、だからもしなんかね、国とか県とか市ですよね、県庁とか市役所とかで、何か行政サービス受けたいっていうんだったら、必ず住民基本台帳カードを作ってください、そして必ず持ってきてくださいと。でいうことをやらないと、意味がないんですよ。ああいう風にね、なんか作りたい人だけ作ってくださいみたいな。っていうことをやると、結局ね、その住民基本台帳カードの、ね、作業が一つ増えただけですよね。だから全然公務員の人件費なんかも削減できないわけですよ。もし ね、その住民基本台帳カードで全国民1億2600万人の、ねえー、全情報を、ね、一元管理することができたら大概の役所とか大概の公務員っていうのはいらなくなったわけですよね。 ね、一箇所、ね、どこか一箇所、自分の個人情報を登録しさえすれば、それが完全に一元管理されるということであれば、ね、その県庁とか市役所とかでこう窓口をこうたらいましされる必要ないわけですよ、ね、わざわざその、ね、経営者が、ねあ、これは税,理税務署に行って、これは社会保険事務所に行って、ね、これは、ね、どこどこに行ってっていうような感じで、役所ごとに、ね、自分の名前を書きに行って、ね、会社名を書きに行って、電話番号を書きに行ってとかってする必要なくなるわけですよ。 よね。 やるんだったらやらないといけないんですよ、ね。その個人情報がどうのこうのとかね、プライバシーがどうのこうのとかって、非難とか批判は当然起きますよ。ね、当然起きるわけですよ。しかし、やるんだったらやらないといけないんですよ、ねで。やらないんだったら最初から決めなければいいわけですよね。決めておきながら、中途半端にやるから一番最悪なんですよ。ね、結局、なんかめんどくさい作業が一つ増えただけで物事が複雑になっただけですよね。だから住民基本台帳カードっていうのは、まあね、廃止されて、じゃあ今度は マイナンバーカードって全く懲りてないですよね一緒ですよ全く一緒なんですよ マイナンバーカードなんていうのも、1億2600万人がすべての人が、ね、持って、すべての、ねえー、情報をそれで一元管理しないのであれば、基本意味がないんですよ、ね。作りたい人だけ作ってくださいみたいな、ね、作るのに協力してくださいみたいな感じで、結局持ってる人と持ってない人がいて、ね、やっぱりその、ね、持ってない人がいるから、持ってない人に対応するために、やっぱり人がいて、役所が存在しないといけないですよね、部門とかも、ね、存在しないといけないわけですよ。だ全然減らないわけ むしろ仕事とか作業が増え続けるだけですよね。まああいう状態が最悪です、も本当最悪ですよね。もう中途半端だったらもうやらない方がましです、ね、もう余計に仕事を増や,増やさない方がまだいいですよね。 少なくともマイナンバーカードみたいなのがなければ、マイナンバーカードに関わる仕事っていうのは、ね、生まれてなかったわけですから、マイナンバーカードっていうのが存在している以上、今度はマイナンバーカードを作るための手続きとかね、そのための、ね、処理とか、また新しい仕事が増えてますよね。 ね、にもかかわらず結局マイナンバーカードを持ってない人がいるから、従来のね、仕事を続けないといけない人もいるわけですよ。だもう最悪なんですね。とにかくね、こう、あの、決断とかっていうのは、外科手術と同じなんです。ね、やるのか、やらないのか。 ね、やるんだったら最後までやりきらないといけないんですよ。もう全員に周知徹底してやりきらないといけないですよ。ね、それに非難したり批判したりねっていうのは当然起きるわけですよ。今までの方が良かった、今までの方が楽だった、今までの方が居心地が良かった、今までの方が安心感があった、今までの方が安定してた、あるんですよ、必ず。 ね、だけど、もし決めたんだったら決断したんだったらそしたらやらんといかんのですよね。最後の最後までもう行くなら行くなんですよ。ね、行くのか行かないのかで行くんだったら行くんです、ねあ。うまくいきそうだったら行きますとかね。なんかちょっとだけ行ってみてとかって言うんじゃなくて、もう行くんだったら行くんですよ。やるんだったらやるんです。それがしっかりできるようになると、もしかしたらね指導者の人生になります。ね、もう自分で決めて自分で結果を作っていけばいいからです。ね、あ自分は将来、ね、こういうい人生 歩みたたいいいなななこういう人生になりたいなと、ね、自分の理想の人生っていうのがあってその人生理想の状態っていうのをどん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 作っていけばいいわけですよでそれに対して非難が起きたり批判が起きたりね反対が起きたり、ね、妨害が起きたり邪魔があったりとかっていうのは全部振り切っていけばいいんですよそしたら必ず自分が望んだ状態理想の状態っていうのは作っていけるんですね だから、その保険をかけたりしないってことです。ね。えー、こういう状態になったら、こうするんだけど、みたいな。そういう状態の場合は、どれだけ勉強して、どれだけ知識を蓄えていったとしても、全く人生変わんないですから。もう悲しいぐらい変わんないです、ね。エネルギー保存の法則に一生懸命戦いを挑んでるのと同じなので、今のプラスを手放すことなく前、ね、そのマイナスだけを減らしたいとか、新しいプラスだけを足したいとかって言ってもうまくいかないです。ねね、そういう、うなんかね、こう法則的なものに逆らうと、 人生ってうまくいかないんですよ。頑張って,頑張って努力してるのにうまくいかないんですね。どっちかなんです。やるならやるんですよ。捨てるなら捨てるんです。入れ替えるなら入れ替えるんです。行くなら行くなんですよ。ね、もうそういうふうにこう分かりやすく単純にしていくということが大事なんです。えどっちなんですかっていうね、なんか面倒くさいことをやらないってことなんですね。どっちなんですかとで言うんじゃなくて、いや、行くんですと。いや、やるんですと。 いやもうね、振り切ってでもいくんですと、必ず実現するんですっていう風にね、すごくこう単純化していくってことが大事です。ね、だから断行ですよね、断じて行う、たとえ途中どんなことがあっても、必ずやりきるということですよね、それをやっていけるようになると、もうね、誰かに付き従う人生である必要はないわけですよ。 誰かに決めてもらって、その決めてもらった後をね、後ろからついていく人生ではなくて、自分で決めて、自分で断行して、自分で結果を作ればいいんです。人に結果を与えてもらうんじゃなくて、自分で結果を作ればいいんですよ。自分がこういう人生がいいなって思うんだったら、その人生を作ればいいんですよね。 そうすれば自分は指導者の人生を歩めるわけですよ。別に誰かにの後ろを突、ね、き従いながら歩く必要がなくなるということです。だから指導者であるかどうかということで一番大事なのは断行できるかどうかということなんですね。断行です。もう断じて行う。もうやるならやる。行くなら行く。 ねえー、作るなら作る。実現させるなら必ず実現させる。っていうことを、ね、できるようになるかどうか。それは、ね、大事なのは、ね、知識じゃありません。技術でもないです。技能でもないです。覚悟です。覚悟。自分一人でも最後は必ず行くと。ねえー、それにこう賛成してくれるとか反対してくれるということは関係ないと、ね。自分は行くって決めたんだから行くんだと。 ね、行くって決めたから行くんですと。やるって決めたからやるんですと。ね。作るって決めたから作るんですと。ね。実現させるって決めたから実現させるんですということができるようになると、もう自分の人生は必ず指導者の人生です。自分が先頭を歩くことができるようになると。誰かの後ろを突き従うんじゃなくて、自分が先頭を歩いて、自分で決めて、自分で行動して、自分が得たい結果を作れるように。 なるとということですだから指導者としての資質として最も大事なのは断行断じて行うどんなことがあっても必ずやりきるという力ですよねその力をつけていく必要があると一番大事なのは覚悟です、ね、知識じゃないです勉強でもないです、ね、技術技能でもないです覚悟です、ね、自分は絶対にやると必ずやりきるというその覚悟を持てるようになった時からあなたの人生は指導者の人生に切り替わるというお話です はい。今回の動画はですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。